はい、皆さんこんにちは。今回はですね、今日の YouTube ではじゃん、ひっくり返らへんね。はい、イタリアとスイスの国境にあるコモコという町にやってまいりました。綺麗ですよ。ここは今コモコの旧市街にある広場です。教会があって綺麗な街並みがあるんですよ。イタリア人たちのお金持ちの人たちが避暑地として軽井沢みたいな感じですかね。でも私の気持ち的には河口湖みたいな感じでした。湖があってなんか避暑地があってすごくファイブスターホテルがいっぱいあるそうです。でもちろんマキコもカメラマンさんもいらっしゃいます。 Say hi! Hi! ありがとう。なんでここのちょっと今日は観光しながら YouTube を撮っていきますよ。グリちゃん、タオちゃん、なんかまずそうじゃないこれ。なんか薄い甘酒みたいだもん。いただきます。うん、まずいわ。ちょっとさ、写真にだけ撮りたいのこれを動画で。こっちの方が美味しそう。髪の毛と間違ってる。ちょっとバカみたいよ。いや、言い方あんた。ちょっとだけ飲んでもいい？もちろん。いや、ね、髪の毛と完璧にマッチしてんだけど。結構ご機嫌じゃない？なんか、え、かわいい。わかる？いい写真ありがとう。美味しないわ。でもこのお酒。ごきげんよう。あ、私たちこの子の写真全然撮ってない。そうなのよ。次映える。でもほらなんか汚いの。あっち側の方が絶対綺麗に撮れる。そうだよね。そこに期待しよう。こういうのがあるかな。マンション昔の。そう、あのマンションというか貴族の邸宅だったところ。そのビラベステっていうやつがなんかルード。なんだけど。伯爵邸を買い取って改装なんだよね。グリちゃん、タオちゃん。でもみんなこの子好きって言ってるから絶対いいところがあるはずなんだよ。何をミスったんだろう。じゃあ Well, we missed the whole thing. しかもあんたもあと2時間半後には PCR 検査受けなきゃいけないから。もう時間ないわ。もう終わりよ。ねえ、深見ちゃんとかカメラマンさんってさ、下調べするの超得意じゃなかったの？僕あんまりモンゴンゴモンゴ興味なかった。なんで？わかんない。なんか作られたリゾートでしょ。全然作られてない。これ歴史あるリゾートも。あ、まあそっか。俺そもそも街中じゃなくて絶対にそのレイクサイドの方絶対いいと思う。あ、ほら深見のせいだから。かも。待って、センターまず行かなきゃわかんないじゃん。レイクサイド来た。確かにこっちの方が綺麗。あ、こっちの方がなんか綺麗じゃん。ほら綺麗。わかる。ほらすごい綺麗。すごい綺麗こっち。いや、まあ、待ってそんななんか期待しすぎなんで、よう見たら琵琶湖よこれも。やっぱりいや絶対違う。いやちょっと怪しいって。なんか違う。別になんか海が綺麗とか私は望んでないの。そういうものじゃないの。私が望んでるのは周りの文化とか。あ、まあそれはすごいだろうね。そうとか、そういう建物とか。あ、でもこのエリア綺麗。このエリア綺麗。あ、すごい綺麗よマキコ。ほらすごい綺麗。ほら超綺麗じゃん。カメラマンさんこっち見てるよ。言ったでしょ。なる。俺がこっち側だって言っただろうっていう顔してるよ。カミちゃんがほら間違えて変な方に渡す。調べたから、あそこが一番初めに行く、まあ、ファーストステップあそこだったの。絶対違う。 We missed the whole thing because of カミ。You choose ね。グリちゃん、タオちゃん。シラトンとヒルトンって全然違うものなんでしょ。似てるよね。なんかなんでこんな名前近づけたんだろう。でもどっちもイマイチだよね。どっちもなんか近しいものがあるじゃん。なんかなんならシラトンの方がイマイチイメージが。ヒルトンより、うん、私逆だった。ヒルトンの方がイマイチって思ってた。アメリカの方。いや世界的に、なんか世界的にヒルトンに泊まってんって思ったことが何度もあるの。ロンドンとか、うん、ベルリンもそうだったし。あとどこだろうな、どっかもそうだった。なんかえって、なんかどうしよう、ビジネスホテルだと思って。でもあのハワイのシェラトンめちゃくちゃ怖かった。なんで？古くて、うん、怖くて。ワイキキの、そう、お化け屋敷みたいなの。ワイキキのってさ、あの2本立ってるやつ。あ、川沿いに立ってるじゃない道みたいな。あ、それ流行ってるじゃん。あれね、こんなところに学校がある。ここで学校行ってる人たちいるんだね。そ
そりゃそうだな、あんた生活もあるでしょ、ここに住んでる。全員リゾート地なわけないじゃん、誰が働くのよ、ここで。じゃあ確かに、うん、ごきげんよう。なんてか、ここをうろうろすべきだったね、あの商業施設みたいなさ、マクドナルドがあるところじゃなくて。いや、ほら、小さな可愛いお店がいっぱいだよ。確かに。オーマイガー、ファミちゃん、You screwed me You screwed my time。 待って待って、スクリュードって何？Killing your time みたいなこと。めちゃくちゃにした。私のトリップをめちゃくちゃにしたのがいい加減にじゃ、大げさよ、あんた本当に。大げさじゃないよ、で、ここだよ、神ちゃん見るべきところは。ほら、ロイベがあった、ロイベ。あ、分かる、ロイベもあった。ねえ、ほら、いい加減にしな。待って、湖も超可愛い。超綺麗よ、超綺麗。ねえ、神ちゃん。ね、まだいいじゃん、着いたよ。まだ、まだ楽しめるから。マクドナルド行って、こんな店行ってる場合じゃない。あんたのどうでもいい下着とか買ってる場合じゃないわよ。わかる。グリちゃん、タオちゃん。はい、皆さんこんにちは。今回の YouTube ではですね、イタリアのミラノにあるファンデーションプラザにやっておりました。ありがとう、今日カメラマンさんがいる、本当に助かる、ありがとうということで今回はですね、ここのミュージアムを回る YouTube を撮っていきたいと思います。さよなら。アフターパンデミックのイメージをしている部屋だそうです。だからオフィスに誰もいなくってガランとしてます。で、すごいね、なんかクビになったのか何もないデスクがいっぱいあるんだよね。ただこういうよくわからない薬とか置いてあります。え、でもイケてる。いや、もう地図がおしゃれすぎる、うん、なんて素敵なんでしょう。何が嫌って充電が切れちゃう。もう最低、本当に充電するの忘れた。あと 17%。ちゃん、タオちゃん。はい、ということで、私が泊まっていたお部屋の紹介をしていきますよ。はい、3人3号室という部屋に泊まりました。ここがね、20度になってんねん。だから廊下の音が聞こえへんの。これすごいと思う。みんな使うべきよ。ただこの中はなんかパニックルームみたいになってるから、このドアを閉めてあっち側に行った時にドアが閉まった瞬間こう狭くて怖いので普段は開けてます。こんなんもう塗り絵してる時の声が聞こえなくなるようちゃうの。怖いね。で、こっちがお風呂場です。あ、お風呂場じゃない、なんて言えばいいのこれ、クローゼット。はい、こちら
こんな感じで広い、まあでも普通です、クローゼットはこんな感じ。まああの普通のクローゼットでもやっぱり天井まであるからさ気持ちいいよね、開放感がすごーい、すごーい。でこっちがうるさくないねん、こうやってドアついてるから、これメイクセンスよ、わかる。ここに冷蔵庫があって紅茶とかいろんなものが入ってますよ。こんな感じです。コーヒー飲もう。こんな感じにお部屋がなっております。デスクがあってデスクも可愛いねんな、なんかいちいちこんな感じ。サニタイザー、ようわからん、映れてないね。こんな感じです。で電話があって、電話奥に出てるね、電話があってお部屋がこんな感じです。使いやすいで、めっちゃ広く見える、あ狭く見えるけどめっちゃ広いね。で何でもさここで操れるの、例えばここで私ネットフリックス見たいなと思ったらこの中からエンターテインメント選んで私のネットフリックスにログインできるの、そしたらテレビがな私のネットフリックスになんね、すごくない？よくできてるのよこれが、ほらこうやって私のネットフリックスログインできるね。でこれもさルームサービスとかもさ普通にこっから頼めるの、しかも写真付きよ、これすごい便利だと思う、意味わかる？もうファミレスみたいなの、それでさバンバカ頼めちゃうわけ、もうすごいわ。昨日の夜は飲みすぎたのでハンバーガーが枕元にあってもう本当に動揺しかなかった。でこんな感じに、ね、もう家具とかも全てアルマーニアにね、壊したら高そう、危ないわ、リスクを感じる。でお風呂場がこちらです。こんな感じに全部アメニティはアルマーニですよ、なんかすごいよねミニマムで、ボディーソープでかーい、こんな感じです。天井までライトがあるから開放感すごくって、お風呂も完璧よ。あ水着が吊るしてあるわ、現実的やね急に、すいません。こんな感じで大理石です。私感動したのがシャワーブース見て、もうハンマムかと思うぐらい広いので、もちろんレインシャワーです、レインシャワーやからあそこから水が出てくる、こんな感じです。綺麗ね、水もこんな、はい。でこっち側がおトイレ、ビデもあるで、すごいね、すごい狭いワンルームぐらい広いで、ここのトイレ。なんかすごいこういうところがあの小さいお部屋でもすごい贅沢で素敵やなと思いました、このホテル。はい、またルームツアーします。